北口、当駅連絡通路より接続する、イオンモール津田沼当駅連絡通路より接続する、津田沼14番街ビル上から、津田沼駅、新津田沼駅、京成津田沼駅、新津田沼駅は、千葉県奈良市の市津田沼一丁目にある、新京成電鉄新京成線の駅である。駅番号は、SL23。当駅は、東日本旅客鉄道の津田沼駅と近接しており、 乗り換え駅となっている。新京成電鉄新京成線と東日本、旅客鉄道総武本線との直接の乗り換え駅は、当駅のみであり、京成津田沼駅は約1トル離れている。当駅と津田沼駅を結ぶ直接の連絡通路はなく、2000年代に入ってエスカレーターやエレベーターの整備が行われ若干の改善がなされた。両駅の距離は、 約400メートル程度離れており、乗り換え時間は標準で約5分程度となっている。当駅は開業後現在の位置に落ち着くまで3度移転している。相対式ホーム2面2線の地上駅で、京上駅舎を持つ。イオンモール津田沼、伊東洋葛道津田沼店とミーナ津田沼の建物と接続している。トイレは1番線ホーム西側と2番線ホーム東側に、 設置されており、一番線ホームのトイレは通常のもののみであるが、二番線ホームのトイレには多機能トイレを併設している。当駅から終点の京成津田沼駅との間は単線区間であり、朝ラッシュ時は一部列車が当駅で松戸方面へ折り返しとなる。折り返し列車は京成津田沼方にある引き上げ線を使用する。また、 夜間には当駅泊まりの列車が留置され、翌朝の当駅始発京成津田沼行と松戸行に備える。新津田沼駅管区として、奈良市の駅京成津田沼駅間の各駅を管理下に置いている。2019年度の1日平均乗降人員は68,731人である。新京成線内では第2位である。近年の1日平均乗降。 乗車人員推移は、下表の通りである。当駅は、奈良市の,市の中心市街地である津田沼に位置し、周辺は、商業施設が林立する繁華街となっている。南口の伊東洋華道、共同駐車場、ミーナ津田沼、小波スポーツクラブを含む一帯は新京成電鉄の所有地である。南口には、津田沼駅、津田沼12番街ビル、 津田沼14番街ビル、津田沼19番街ビル、昭和第3ビル、津田沼13ビル、津田沼1丁目公園、線路を挟んだ先には、千葉工業大学津田沼校舎、森市ア津田沼などがあり、北口には、イオンモール津田沼、津田沼パルコ、津田沼第一生命ビルディング、宮古市本社などがある。ありがとうございます。